チャオ、あっちゃんです。今ね、メッセージが届いて、国税庁から、国税庁からメッセージが届きました。ほら、国税庁からです。国税庁 AB18 に重要なお知らせ、必ずお読みくださいって書いて URL が貼ったね。で、これ、発信者見て、これ。プラス81っていうのは、これ日本やねん。ゼロってことやねんけど、日本国からのゼロで発信された番号で、プラス81902217-0954。要は0902217-0954。携帯番号からね。来てんやけど、国税庁の職員、携帯番号から送るんですか？うさんくさいね。はい。ということでね、これ完全な詐欺サイトです。こういうの絶対クリックしない。ね、たまにあっちゃんの送んねんけど、こういうのね。これ以外にね、以前になんか来てたのが、これじゃないわ。アマゾンプライムの会員のお支払い方法に問題がありますっていうのが来てね、これはね、0105188161っていうね、うさんくさいねんけど、URL 書いたの、同じような感じでアマゾンプライムでね、書いたんだけども、リンク先が https、このアマゾンじゃないというね、まあ、うさんくさいところが来たりね、あとね、ヤマトとか、あれとかもあったね。佐川とかもあったね。まあ、そういうね、うさんくさいのがね、たまに届くんでね。皆さん、そういうね、うさんくさいのはクリックしないように。大体ね、こういうね、まあ、ここにもあるね、Amazon プライムの支払いに問題がありますよね。はい。きっちり支払われてるからね、Amazon はちゃんと動いてるんやけどもね。ちょ、面白すぎてね。まあ、そんなんがね、結構ガンガン届いてきます。はい。Amazon の、ね、これもね、0505370-4545から届いてんだけど、Amazon29JP のサプライン、サインイン、リンクをタップして対応してくださいとかね。なんであっちゃんの携帯番号にそんなものが届くんでしょうかね。結構ね、Amazon 系が多いね。うさんくさ。まあ、そういうのがね、時々届くんで、皆さんクリックしないように。ほんまにね、まあ、そういう感じで、今回はね、国税庁から届いております。はい。まあ、国税庁ね、あつみさんは国税庁に、から連絡するようなこともないし、国税庁、逆に言うたら還付しましょうかって来てくれるかもわからんけどね、消費税払いすぎです、言ってね。はい。それぐらいね、あつみさんはまあ収益も何も今少ないんでね、まあ、うさんくさい、そういうリンクはね、気をつけましょう。まあ、大体ね、こういう景気が悪くなるとね、詐欺みたいなやつが増えてくるんでね、大体ね、もう携帯に何かが届くっていうのは基本、詐欺っぽいんで、対応しないように。あとまた、オレオレ詐欺みたいにね、オレオレ言うてた、知らんがな、みたいなね、サッカーでも応援しとけって話だけどね、まあ、そんなね、ね、よくわからん詐欺するやつっていうのはね、やっぱり頭が良くないから、どう見てもバレるようなことをしてくるんよね。あと、アダルトサイトの支払いとかね。だからこれはね、後ろめたさがある。国税なんかでもちょっと何かこう、なんていうのかな。税金払い忘れてんのかなとか、税金払ってないなとか、脱税してるよねって思う人は、やっぱ思わずクリックしてしまうかもわからないけど、あっちゃん脱税どころかね、まだ還付してもらわな困るぐらい、税金払えへんぐらい儲けてないというね。だから逆に言うと、国税庁からあなたに何か報奨金あげますよって言ってくるかもわからんね。それぐらい僕稼げてないからね、全然何のあれもないんで、クリックすることはないんやけどね。でクリックしたところで取れるものは何もないというね。情けな。はい。あとまあね、佐川とか大和なんかでもね、そういうワンクリック詐欺あるけども、うち基本大体もうね、ちょっと待ってね、ゆで卵が茹でたんでね、今度いきます。
ちょっとね、ゆで卵をね、ゆでとる間にね、国税庁から今ちょうど来たんでね、あーこれいいネタになるわと思って動画にしてんけどもね、だいたいね、これショートメッセージっていうのよ、 SMS っていうの、あのショートメッセージ、要はメッセージっていうやつね、から来てんねんけども、だいたいね、メッセージで来るもんっていうのはね、基本対応しゃんでええもんです。はい、大体ね、まあ知り合いからねショートメッセージ送ってくるってそれぐらいやけど、全然知らんやつから送ってきたりね、まあ知らんことはないけども、アマゾン注文してたり通販注文してたりしてね、なんかこういう宅急便から来るのかなって、大体ショートメッセージで来ませんからね、特に国税庁なんてものはショートメッセージで来んからね、びっくりするよね。その前になんでこっちの携帯番号知っとんねんちゅう話やねんけどね、ちょっと笑けるけどね、まあ冷静に考えたらね、大体詐欺やっていうのは分かるんやけど、慌てふためいてね、思わずクリックしてしまうパターンがあるんで、皆さん本当に危ないんでね、そういうのはね、もうワンクリック詐欺みたいなんで、クリックしたらなんか払いなさいって、もうそれでもしクリックしてしまっても払いなさいできても払う必要ないんでね、そんなのもみんな無視しといてください。あんまりもひどかったら警察に言っていっても、多分警察もね、ああ無視しといてって言うんでね、そういうのはね、昔こんなんが流行ってね、いろいろあって、ちゃんと警察に聞いたことがあって、ああもうそんな無視しときしときってよく言われたんやけどね。だからもう、まああっちゃんにしてみたら日常茶飯事って感じやけどね、はい、もう日常茶飯事のね、こういうことはね、よくあるパターンなんやけどもね、まあ大体ね、初めて来る人はびっくりすると思うので、もう一回見せておきます。国税庁 AB182 重要なお知らせ必ずお読みください言うて、これリンクあったね。もうこれね、スマホがね普及しだしたからこその犯罪行為やねんけどね、こんなもん犯罪やからね、クリックもしゃんでええし、カバーで、もうこんなもんほっとけやね。あんまりうさんくさかったらこれ消せんのかな、こういうメッセージたちの消し方わからんねんけどもね、こういうのでね消せたらええねんけど、ちょっと消し方があっちゃもわからへんのでね、こういううさんくさいものは、ほっときましょう。はい、ということでね、結構ショートメッセージでね、ヤフーの認証コード、ヤフーログインとかね、あとは au のログインとかね、何やろ、google の認証コードとか、そんなんが届くときがあんねんね、番号で。だから、思わずクリックしたくなっちゃったりも、ね、届くんで、まあそれと間違えてクリックしないようにっていうことやねんけどね。あとね、今面白いのが、例えばね、インスタグラムや TikTok でいいねをしてくれる方募集しています。日収5万円、LINE を追加してくださいって書いてあるやつだけどね、こういうのもうさんくさいね、しないようにね。大体ね、基本、あぶく銭が儲けられるような、1日5万円儲けられるような、ありえへんからね、そんなもんね。ちょっとまあ、冷静に考えるとね、ありえへん、そんなもんってやつ結構多いんでね、そういう犯罪には巻き込まれないようにしてください。はい、ということで、今回は、あっちゃんの声届いた国税庁からのメッセージでした。しょうもない、大体みんな分かってると思うけどね、一応参考になればと思って、ちょっとでも、犯罪に巻き込まれないように、あっちゃんがね、これ言ったことで思い出してもらえたら嬉しいなと思ってね、もしなんかこんなん来た時に、ああ、そういやあっちゃん言ってたな、って冷静になって、しょうもない、クリックしゃんとかって思ってください。ということで、今日は国税庁からメッセージが来ました、ということでした。ではまたね、バイバイ。